キノエアナナスチランジアエランサスはパイナップル科の植物の一つ、エアープランツの一つとして知られており、茎はやや長く伸び、赤いツトから青い花びらの花を出す。茎がやや長く伸びるもので、長さ5から8センチメートルに達し、分子を出す。葉は狭い三角形状で、先端は次第に尖り、長さ7から10センチメートル、幅6から8ミルメートル。 葉の地色は紫がかった緑色で表面に銀白色の輪片を密生する。葉の表面はやや内側にくぼむ。花形は細くて斜め上に向けて伸び、その先端に花序を一つだけつける。花序は水上花序で花が集まって登場となり、長さ25から3 9ト、mm、ル、幅2 0ト、mm、ル程度7から20の花を含む。 一時方は筆型で先端が突き出して尖り、膜質だが先端部は角質。下部のものは黄緑色で、先端に近い部分では鮮やかな桃赤色で先端が黄大大色になり、長さ1 5ト、mm、ル、幅6から8ト、mm、ルほど。花筒は長大円型で先端が突き出して尖り、長さ13から2 9ト、mm、ルあり、中央は縦に隆起して隆骨状。 膜質で鮮やかな赤色をなす。花には柄がない。学園は互いに離れており、狭い筆心型で、長さ13ミリメートル。花弁は甲ラン系で紫色、長さ3センチメートル。お寿司部は果敢より短い。あのブロフィツムア族に含める。種小名は、空色の花を意味する。和名は、記事名の通りだが、園芸分野では、 学名かな読みのチランジア・アイラントスが通用している。ブラジル南部からパラグアイ、ウルグアイ、アルゼンチン北部にまで分布する。本種はエアープランツの一種として干渉用に栽培され、園芸的な区分では有形の緑場種である。果樹の色合いやコントラストが美しく、干渉価値は高い。また体感性もある程度はあり、摂氏0度程度までは耐えるので、 団地でなら野外でも冬を越せる。成長も比較的早くて花付きも良いので初心者にも向く。園芸品種もいくつかあり、大柄なもの、小型のものなどがある。また、白花品もある。その他、マージナータマルギナタという品種は、白花で花びらの円だけに紫の半紋が入るもので、この属では珍しい花色のものである。石井、井上編集代表。 P2887 以下、主として、園芸植物大辞典、P1546、石井井上編集代表、P2887、石井井上編集代表、P2887 は名は、園芸植物大辞典、P1546 から、それ以外の家計参考文献はすべて学名化な読みを使っている。園芸植物大辞典、 P1546 佐々木、P79 鹿島、P55 藤川、P26 から29。ありがとうございます。